ありがとう。あれ？どうかしましたか？あ、嘘、雨？私、傘持ってきてない。あいあい傘！え、でも、メジェド君、傘は持って…わかった。メジェドが傘になる。なりそうじゃない。ね。私はもう早稲田大学教育学部国語国文学科出身なので分かるんですけど、ここまでの文脈上持ってない傘なら俺がお前を守る盾になると、お前の傘になってやると。違う？ビート版にもなったし策ならあります。すいません、ちょっと行ってきて。いや、これは正解じゃない。キュー策って、あ、もういない。早いね。昇降口だっけ。お待たせしました。傘になりそうじゃん、だってどう見ても。何か考えがあるような感じだったけど。傘はないですけど、僕にはこれがあるので濡れるよりはマシだと思います。これってメジト君がいらしたのは彼が着ている白…ほらほら、困っちゃうな。優秀な頭脳で。あ、でもメジトの中神を見るの危ないんじゃない？メジェドの、メジェド神っていうのは、中に何かしらの神がいて、その姿を隠す、仮染めの姿なんですね。で、この布がピッてなって傘になったとして、中見えちゃうよね。だって、メジェド君が傘になったら、メジェド君の体を持つのかっていう話に。どうするの？はい、先輩が濡れるよりは全然。え、じゃあお貸ししますね。ちょっとだけ目をつむっていてください。言われた通り目を伏せる。ゴソゴソと布すれのような音が聞こえ、メジェド君が自分の白い布を脱いでいるのが分かる。怖いよ、これ見たら終わり。終わりだよ、見るなよ。見る、うわー、全部危ない。絶対これ死ぬ。いや、メジェド系で3択出てきたら一個死ぬんだよね。目は開けちゃいけない。どうして目をつぶれたなんて怪しい。いつまで目をとじ、うわ怪しい。鼻の頭一番怪しい。どうして目をつぶれたなんて言ったんだろう。見るなと言われると、やめろよお前、やめろよ本当に。チラッと、いやそっとまぶたを持ち上げると、そこには何もなかった。先輩、どうして。何もない空間から音が、声がする。何もない空間なのに乱れていることだけはわかる。メジド君、一体なんで。なんでは、こっちのセリフです。僕はあなたを、どうして僕の言うことを聞いてくれなかったんですか。いや、聞こうと思ったんです、このバカが。バカが本当に申し訳、ごめんなさい。うっかもう、好奇心は時に人を殺すとは、まさにこのこと。もうダメだ、ほら、もうバカ野郎、お前なんでそんな好奇心に分けて。なんで。僕はあなたを殺したくなかったの。なんもう。一応。難しすぎる。